皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。キューブですね。今日はというか、実はお祭りが今年はなくなりました。コロナの影響っていうのもあってないので、なんかしてあげたいなと思って、で家でお祭りやればいいよみたいなね、ちょっと本格的に屋台を開いてガチのお祭りにしたいと思ってます。母ちゃん頑張るんで。あ、甘い。こちらダイソーでいっぱい買ってきました。やろう。まずは輪投げを作っていきたいので、こちらのホース、これ使います。これぐらいだね。うん、いいね。よし、 OK、 できた。こういうね、マスキングテープ買ってきました。なんかめっちゃ可愛いポップな感じにしようと思ってるんで頑張ります。できましたよ、輪投げが。キラリーン、これで OK。 書こうと思ったけど、普通に私字のセンスマジでないから、もう携帯で作って印刷します。わあ、もう1時で結構いい感じのが出来上がりましたので、上で印刷して寝ます。もう片付けはいい。おやすみ。結構ね、いい感じにできましたよ。こんな感じです。綿菓子、綿菓子、ヨーヨー、かき氷、唐揚げ、なんと売れた。何？やった。超いい感じね。はい、あいにくの大雨でございます。ということで、外でできないので、もうちょっと考えたんですけど、家の中を映えスポットにしちゃいます。電気を薄暗くして、で提灯を照らしますと。で、子供たちも大喜び、大人もあー撮りたいみたいな、あー素敵って思ってもらえるようなのを今から作りたいと思います。どうにかねできると思うので、やっていく。よし、じゃあ楽しくやりましょう。最近リビングはルンバを使ってます。です、親方様っていう名前ね。親方様に掃除してもらいます。はい、ピー。こうやったら掃除してくれる、めっちゃ楽。うっこらせ、よっこらせ、ちょうちん、こんなに買ったのに、あーめー。で、ちょうちん用の電気、電球いっぱい。おー、いいね、いいね、こんな感じ。うわ、いい。これね、実はのぼり買ったんですよ。で、そののぼりにこの提灯をつなげてやろうかなと思います。一回電気つけてみるね。うん、いきます。1、2の3って、3、2、1、ゴー。どう？わー、綺麗。いいじゃん。よし、こんな感じ。ヨーヨー釣りはこちらでやります。お祭り楽しい。 OK、 いい感じ。
ちぎんないでね、お星様。メーター、ちぎんないでよ、お星様。あこれをひっつけますから。これ一番前だね。よし、あ、いいじゃん。いいね。オッケー。輪投げで入った人、まあ入らなくてもあげるみたいな感じで用意してます。お疲れ。お疲れ。お疲れ。髪の毛どうしたんですか？リモコンから飛んでいった。もうやめたの、ドレッド。なくなりましたね、綺麗に。さっぱり。さっぱり。じゃあ。どんぐりころころ。どんぐりこ。じゃあ寝ましょう。本当見慣れないな、俺。自分自身で見慣れないもん。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。